どうも、フラワンティークのユーミンとキューティーです。いや、今日はね、初のまた試みということで、お買い物動画を、ね、今回はちょっと撮っていこうかなと思ってて、でちょっと前にキューティーと2人で夏になんかこうユーロヴィンテージともなんか相性の合うようなスニーカーってあんのかなってずっと2人話してて、でそれで古着屋を回ってたら、まあ、一足ちょっと見つけたんですけど、まあ、それの一足もちょっとデッドストックだったんですよ。なんですけど、ちょっとまあ前から僕が言ってるように、結構デッドストックでスニーカー履くのって結構勇気いるなと思って、まあ経年劣化っていうものがやっぱりあったりするので、でその時ちょっと断念したんですけど、でまあ後々調べてみたら、まだそのスニーカー、ある群のスニーカーなんですけど、まだ作られてるということで、まあとあるブランドで、でまあそこで買い物できたなと思って、まあ、一応ちょっとそのブランドに連絡してみたら、なんとね、またそのブランド の方が僕たちの動画を見てくださってて、でそれで、まあ、本当はお断りしてるんですけど、開店前でしたら、まあ、全然撮影 OK ということになったので、で今回はこれからそのブランドに潜入していきたいと思います。それでは行っていこうか、キューティー。イエイ。今日お買い物する初お買い物動画、今日はスペルガさんでお買い物させていただきます。では、準備行こうか。それでは今回はスペルガさんに潜入させていただきました。今回はね、原宿でポップアップがちょうどやっていたので、それでちょっとご連絡したら、まあ、ここで撮影して OK だということなので、今回は小松さん、小松さんと申します。どうも、小松です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今回のこのポップアップの詳細というものを教えてもらってもよろしいですか。はい、本当にスペルガのポップアップ、この原宿の方で4月の19日から6月2日まで期間限定のショップとなっておりまして、スペルガの定番モデル2750、それだけじゃなくスペシャルなアイテムなども今回ほぼほぼフルラインナップのようにご用意させていただいてまして、まあ、コラボレーションモデルだったり限定モデルなどご用意させていただいているようなショップになってまして、今までの2750スペルガのファンの方も新しい商品を発見してもらえるとてもスペシャルティーなアイテムを用意させていただいております。で特に今回一番の一押しとしては、2750定番のモデルがあるんですけども、そちらのカスタマイズモデルっていうのが作れるっていうのが今回一番のポイントになっています。そうなんですね。で、まあ、今回はちょっと僕たちの欲しい品物があるのでちょっとまず見ていきたいと思います。いやもう結構こんな感じでいっぱいありますね、種類が。てかスペルガってこんなにあったんだろう。ね、めちゃくちゃ種類あるね。全然知らなかった。その2750ってモデルはもちろん知ってたんですけど、まあ、そのもう一足 の例のミリタリーのスニーカーがあるっていう、その2種類ぐらいしか知らなかったんで、なかなかなっていう感じです。こちらです、こちら。いやミリタリアに置いてありそうな。置いてなかったか。置いてない。いやこれは置いてないんだよな。そう、こちらがイタリア軍の、タイプですね。70年代から90年代ぐらいに作られてたかな。いやもうこれは本当に探し求めて今回来ました。本当にデッドストックで買っちゃえばよかったんですけどね、なかなか、まあ、箱付きでも湿気とかでこのソールがね結構硬かったりするんですよね、うん、あいい、これもうふにゃふにゃです。スペルガー自体が、70年代後半から96年までイタリアで供給をしていたっていうアイテムになってまして、まあ、陸軍だったり空軍ともに供給をしていたんですけども、今回こちらのモデルに関しては陸軍の戦闘用ではなくトレーニングシューズなんですね。でその当時のモデルを完全に復刻をしたようなモデルになっていて、ちょっとした細かいディテールなんですけども、こういった森のはみ出しとかも実は再現をしているっていうのが特徴的になってます。そうなんですね。はい、細かいんですけどね。すごい、それは知らなかった。当時やっぱり使いやすくて、履きやすいものをっていうふうに言われて作られたモデルになっているので、履き心地は今でもとても一押しのアイテムになっています。まあ、経年劣化がある、まあ、ものよりかは確かに僕はこっちを履きたいんですよね。ソールが全然硬くないしくにゃくにゃなんで。それじゃあね、ちょっとサイズは大体分かってるんですけど、まあ、一応ねちょっと履いてみます。これちなみにおなじみ僕アディダス履いてるんですけど、大体アディダスがサイズ42で、まあ、それで日本サイズ 26.5 ぐらいなんですけど、今回ちょっと41用意してもらっていいですか。ありますこれ41サイズ履いてみました。いやサイズジャストですね、全然いいか。若干大きめに作られてるんですかね、こちらに関しては。
そうですね、ちょっと作りとしては大きめになってまして、ただまあイタリアのブランドなので、はい、どうしてもヨーロッパラストの作り気持ち細めの作りになってます。確かにそうだ、まあ、でも全然気にならない程度ですか。そうですね、なかなかこんな感じでシェイプが効いたスニーカーも履いたりしないのでいいですね。やっぱ47との相性が、あーそうだね、結構いいですね、うん、やっぱユーロミリタリーはやっぱユーロミリタリーってある、ね。僕あんまりスニーカー履かないんで、ちょっと久しぶりにスニーカー履くんでワクワクしますね。なんかその紐？紐？シューレース。紐？どっちでもいいだろうさ。通し方もこだわりがあるみたいで、結構スニーカーってあのなんだジグザグに、普通通すんですけど、あのドレススタイルで、なるほど。なんか。やっぱイタリアっぽいのかな、そこが。あの一番下の紐が上にいきなり伸びてくるやつ、ね、そうそう、こうあの正面から見るとここに、うん、あーなるほどね、一番綺麗に見えるんですよね。へえ、うん、あのミリタリーに合わせて靴下も今日あのイギリス軍であの合わせてますこだわるねこだわりが。そパンツはどこなんだっけ。パンツはイタリア軍ですね。おお合わせてきてるね。合わせてきましたやっぱ色合いもめちゃくちゃいいっすね。うん、それチェコ軍だっけコート。あ、コートはチェコ軍。そう、チェコ軍と合うの色が。今日はミリタリーが過ぎますねミリタリーが過ぎるコーデ。チェコ軍、イギリス軍、イタリア軍、うん、イギリス軍、イタリア軍いや色もまあいいんですけど、やっぱ履き心地が超いいっすね。普段あの革靴ばっかでめちゃくちゃ疲れちゃうんで、多分これあんま疲れなそうな気がします。確かにあんまりね、キューティーはね、スニーカー履かないイメージある、ええ、めちゃくちゃいいそうそう、それで結構やっぱ、なんか僕もいろんなヨーロッパの靴結構いろいろ履くんですけど、なんか甲があの低かったりして痛かったりするんですけど、多分結構モデナイズされてんのかな。あの全然こう窮屈とかはないですね。むしろフィット感の方が強いですね。それがいいですね。本当なんか良すぎて何も出てこないですいやハマってんねマジでめっちゃハマりますね。うん、いいじゃん。でちなみにさっき僕が履いてたこの、ネイビータイプ、これはあのイタリア軍で、正式に使用されてたものになりますね。こんな感じ、なんかブラックに近いような色なんですけどね、ネイビーでいい感じです。まあ、僕たちはね、あの今回のお買い物のところでこれを買いにスペルが来たんで、もうこれ履いちゃってるんですけど、でお値段がこれ7000円いかないぐらいでしたね。そうです、6300円にプラスデータなので7000円アンダーですね。本当にね、もう買うようになりそうね。そしたら即決ですね。即決だ、はい、本当にでもなんだろうな、イタリア軍のそのデッドストックのスニーカーでも大体まあ1万いかないぐらいでは手に入るんですけど、アウトソールの状態含めて、ね、まあ6300円ぐらいでね、こんないいクオリティの一足が手に入るんだったらね、さらっと買っちゃう。いいね。ね、さらっと買いますね。結構本当にやっぱりもうユーロミリタリーに合うようなね、あのキャンパススニーカーってのがなかなかなくてね、コンバースとかパンツとかもまあもちろんいいんですけど、なかなかね、ちょっとテイストが若干ミスマッチな気もしてたんですよ。だからこそこうスペルがずっと、うん、スペルがってこうイタリア軍の、ね、スニーカーを探してて、まあもちろんジャーマントレーナーもう僕よく履いてるんですけど、まあ、そのマルジェラのものもオリジナルのものも、でもやっぱりもう一足ちょっと夏用でね欲しいなと思ってたのが、ね、このミリタリーの一足だったんで、すごいちょうどよかったんですけど、でもやっぱりスペルが結構歴史あるブランドなんですか。そうですね、歴史自体は1911年にウォルター・マルティニ社っていう、まあ、タイヤをもともとやった会社が立ち上がったのが、まあ、スタートとなってまして、1925年にスペルガというブランドが立ち上がって、うん、世界遺産になったスペルガ大聖堂、そこのそばに、まあ、丘があるんですけど、そこの下に工場があったことからスペルガという名前になってスタートしてます。30年代にさまざまな、まあ、このテニスシューズ以外のモデルとかも作り始めてて、80年代にイアン・レンドルが全米オープンでテニスシューズをしてるブランドを、まあ、盛り上げてくれたっていう。結構テニスのプレイヤーとかも履いてたシューズがあるんですね。そうですね、なのでミリタリー以外の部分でも
実はネームが通ってる商品、うん、なんかむしろミリタリーぐらいしか知らなかったら、なんかそっちに下ろしてたから、なんかこうアパレルブランドに転換してったみたいな感じかと思ってたんですけど、なかなか意外とそういった深い歴史あったんです。最初はもうタイヤのゴムからスタートしてるブランドの、なので履き心地のいいシューズがつけてくるっていうのが、ソールがねやっぱ、ね、すごいいいよね、結構特徴的だよね、なんかね、間違いなくその、まあ、コンバースの CT とかとはなんか軽さも、まあ、そう CT70 とは違ってね、軽さあるんだよね。裏見して裏、ね、裏がゴムソールが結構特徴的ですよね。いやなかなかね深い歴史が知らなかったんですけど、やっぱりその2750っていうのが、まあ、コンバースとかのオールスターみたいな感じなんですかね。まあ、そうですね、スペルガといえば2750が本当鉄板のアイテムになってます。でそれを今カスタマイズやってるんでしたっけ。そうです、オリジナルの商品その場で作れるっていうのが今回の一押しになってます。いやなかなかね、買い物動画やったことないちょっとねみんなガチガチなんですけど、ちょっと初めてだな、こんなしかも正式なブランドさんでやらせていただけるなんて。こうなってますね。また目が打たれてない。なんか今回のイベントでアイレットとあとシューレースをこう自分でこう選んで、まあカスタマイズして作れるみたいですね。これっていくらぐらいでできるんですか。アイレットの交換で7200円で商品も作れるんです。2750プラの値段プラス900円で、ね、作れるみたいですね。ユミ作っちゃうかこれ。作る。そういうことじゃない。いやでもいいんじゃない。作るか。作るか。作るか。こんなノリで。そう、カーキとネイビーも買ったけど、なんか白もねあったら履くもんね。まあ確かにね。やるか。やるか。こんなノリで。ちょっとやってみます。じゃあ、あのアイデッドとあとシューレースを選んでカスタム選べるということなので選んでいきたいと思います。ちなみにユミ何がいいでしょうか。ね、何ですかね。でもやっぱり僕はミリタリーにどうしても合わせなきゃいけないので何そういう自分縛りがあるミリタリーに、まあやっぱね、シンプルなのがスペルガの売りではあるんで、僕はシンプルに行きたいと思うんですけど、むしろなんか女性とかはね、なんかこうパステルカラーとか取り入れたり、そうだね、ね、あの自分のこうスタイルに合わせて選んでいったらいいなと思うんですけど、でピンクとかもあるので、ブルーとかもこうね、よりね、なんかオフィスカジュアルとかにピンクとか合わせたらこう、ね、いいね、ちょっと個性を出してこう楽しいんじゃないかなと思いますね。何すか。あ、黄色とかもいいね。あ、黄色ありだな。見せて。黄色ありだね。あ、いいんちゃう。ね。黄色すごいいいっすね。ちなみにこれってどのくらいのお時間でできるんですか。デザイン決まり次第、早ければもう10分15分でその場で作らせていただきます。すぐですね。なんか別日お渡しとかじゃないんですね。ではなくもうその場でやるんです。マジか。すぐお持ち帰りいただきます。やっぱ275で形いいな、やっぱりな。黄色どう。あ、いいね。いいっすかね。あ、ちょっと。いいね。なんかこの横にちょっとライン入っちゃってるあたりがちょっとね、好きだな。やっぱ多分夏に結構履くと思うんで、ちょっと明るめの色を選んでもいいっすよね。そうなんですよ、夏なんですよね、確かに。うん。なんかシンプルになりすぎちゃうんで、ちょっと色足して。僕もいつもアディダスばっかなんですけど、大体あれアディダス、スウェードレザーとか使ってて、ちょっと暑いんでね。まあね、って話しててね、ちょっとあのスペルガっていうかそのイタリア軍のまあスニーカーがいいなと思って今回来たので、なんか例でこんな感じで持ってきてくださいですね。こんな感じでも全然 OK っていう、面白いね。ああ、可愛いね、そういうそのそういう合わせも、ね、まあでも俺ちょっともう、うん、これぐらいシンプルなのがいいかな。ああ、いいですね。どうしようかな、マジで。あ、こういうのがあるのか。紐だとこんな感じ、スペルガって書いてある。ああ、いいね。もうキャワだね、キャワ。何すマジでめっちゃ前何すっかな。あ、でもユーミン黒のイメージ強いね。黒にしとく、ね、うん、悩むね。ちなみに僕はこんな感じで作るつもりですね。なんか銅っぽくていいなと思って。で、キュッちゃんが、ね、悩みに悩んでたね。悩みに悩んで
あんな衝動的に決めたの、本当に。そう、黄色を使いたかったので、はいはいはい、交互に黄色、まあ、し、ん？白と、あ、いいじゃん、ホワイトと黄色を混ぜました。キャワキャワ、うん、見られるとすごい緊張する。すげえ、こんな機械やるんだ。結構力入れるんですね。肩こりします。はい、完成しました。やっぱちょっと黄色を選んで正解だった気がします。すごい、さっきまであの黄色やっぱやめようみたいな、ね、黄色あんだけ黄色しといて黄色すごい悩んでたんですけど、黄色にして超正解でした。うん、いいじゃんいいじゃん、ね、いいね、すごい、めちゃくちゃ楽しく出来上がるの楽しいですね。いいね、めっちゃやっぱなんか白パン、まあ、パンツの色とかに合わせるといいかもしれないですね、うん、なんか自分の好きな色とかちょっと入れたりしてね、うん、いいっすね。で、ちなみに僕はこんな感じでね、さっき言ったピンクゴールド、まあ、ピンクゴールドって言うんですけどね、全然あの銅っぽい、まあ、カパっぽい色でいい感じになりましたね。47のカーキの色との相性が、あ、やっぱ47最強だな。いいっすね、47仕入れてぇな。47仕入れ、仕入れたいよ。で、まあ、T シャツも今日はあの白着てきたんで、まあ、夏はこんな感じで、まあ、半袖 T で、まあ、半袖の T シャツ着て、まあ、47に合わせてるって感じが、やっぱりあの春夏かな、やっぱ夏いいかなって。爽やかっすね。ね、いやいいね、やっぱこれもどっちもいいね、うん、まあ、結構シンプルに大体いつもスタイリングするんですけど、うん、まあだからキューティーはあの2色使ったんですけど、まあ、僕はこれ1色ということで、ね、というわけで今回はあの初のお買い物動画ということで、まあ、まさに初のお買い物動画で、古着屋じゃなくてね、まさかこういったスペルカさんというすごいね大きいブランドに、まあ、大きいブランドで撮影させていただいて本当にね今日はありがとうございました。ありがとうございます、まあね、もちろんこの僕らが狙ってたこのミリタリーのやつと、まさかキューティーがノリでねせっかくだしねってことでね、まあ、2足買ってしまいました。まあ、でも2足買ってもね、1万4000っていう、1万4000ぐらい、3000ぐらい、まあ、かなりコスパはいいですね。ね、すごいよね、だいたい1足買ってね、まあ、ハイブラだったら1足買って4万ぐらいするの。で、まあ、だいたいその同列としてね、やっぱりコンバースとかバンツとかがあって、まあ、それもね、もちろんいいんですけど、まあ、ユーロミニタリーとかユーロヴィンテージの相性で言ったらね、やっぱりこのスペルカーかなっていう。ね、たまに47に、コンバース合わせてみたりするんですけど、うん、ちょっとこう違和感があるというか、なんか違う、テイストが違うなっていうのがあって、好きなんだけどね、うん、やっぱミリタリーとか、ね、ヨーロッパのヴィンテージに合わせるので、合わせるスニーカーっていうのが欲しかったんで、すごいちょうどいいのが見つかって良かったですね。なんかしかもこれだけなんか清潔感だと、うん、やっぱりそのね、なんだろう、雑誌でドレオナとかさ、うん、ジャケパンスタイルみたいなさ、たまに見るよね。結構スーツスタイルにも合うのが魅力なんじゃないですかね。確かに、結構オフィスカジュアル あの方とかが出勤とかで使ったりもできるのかな、うん、もう分かんない、俺も知らない。スーツ働いたスーツ着て働いたほうがいい、できると思いますね、はい。ちなみにこのポップアップってもちろんゴールデンウィークとかも挟んでるんでしたっけ。はい、ゴールデンウィークも開催してまして、6月の2日まで開催させていただきます。じゃあゴールデンウィーク、はい、5月中はいいっすね。まあ本当にね、デートとかでね、こんな感じで2人で作ったりするのも楽しいですし、はい、このミータリも買うっていうのもありですし、まあ、これに関してはあのウェブショップとかでもあるんでしたっけ。ウェブショップの方でも販売をしております。あ、そうです、まあ、一応あの URL 貼っとくんで、そっち見てみてください。でちなみにゴールデンウィーク、ぜひあの皆さん東京来てください。あの僕が4月28日にあのゴールデン街であの1日スナック店長やるんで。でね、あと5月4日それもあったりしてね。そう、だから5月4日にあの高円寺のミリタリア、まあ、キューティーの働くミリタリアで、あの、ね、僕がついに立つと。ユーミン&キューティーインミリタリアやっていこう。ぜひゴールデンウィークからね、いろいろ東京に来てみてください。まあ、もしろ東京にお住まいの方はね、もう僕たちにぜひ会いに来てください。というわけで、今回はね、あのユーロミリタリアに会うっつったら、まあ、ステルカっていう回でした。はい、本当にお買い物動画はまだまだちょっと改善の余地があるので、まだまだ頑張っていきたいと思います。それでは本日もご覧いただきありがとうございました。インスタグラム、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは